中年オタッキーです。またも送られてきてしまいました。これやっちまったかもしんないですね。いや、まあどういうことか、チームのね、動画の中でも話してまいりますが、それでは、またまた開封動画になります。はい、ではね、早速開けていきましょうか。グダグダ言ってても仕方ないんで、よいしょ。さあ、何が出てくるのか。これ異常にちっちゃいんですね、まずね。箱がすごくちっちゃいです。ちょうどここにキャノン FT があります。こんな感じでね、箱がすごくちっちゃいです。開けますよ。こんな感じですね。もうぐしゃぐしゃに新聞紙が詰められて、はい、出てきました。ラップでくるまれております。引っかかるな。よいしょ、はい、出てきました。もうえっちゅうねんね。OM2 です。これね、連休に入る日に、わーい連休だと思って、まあお酒飲めると思って、お酒飲んでてね、ついポチッとやっちゃったやつです。でもうこれは落札してたんでね、なぜポチったのかよくわからないんですけど、お酒の力は怖いですね。で、もうね、見事にミラーアップしてます。ミラーアップしてますね。よっ、あ、降りてきましたね。もしかしたら生き返るかもしれないですね、こいつね。電池は切れているでしょう。動くじゃん。あ、これバルブか。バルブ動いた、当たり前だな。うん、まあ電池は切れてるんでしょうね。だから今のところは、うん、バルブだけ動いてますね。うん、間違いない。OM2 はね、バルブだけメカシャッターなんですね。で、電池がないと他のシャッター速度は動かないです。すべて電子シャッター。バルブだけメカシャッターなんですね。で、電池を入れ替えると、リセット操作っていうのが必要になります。さあ、電池を入れてみましょうか。これで動いたらこれ、なかなかですよ。もう、いらないといえばいらないんですけど。余ってるレンズがありゃね、視聴者プレゼントにも、っていう感じなんですけど、応援も余ってるレンズがないんですね。さあ、電池を入れてみました。とりあえずマニュアル。あ、違う、バルブだ。こいつ動くぞ。ガンダムじゃねえっつうのね。動くじゃん。レンズをつけてみよう。よっ。オートにしてみよう。はい、感動品です。感動品です。というわけで、OM2A のね、これ前回の動画で紹介した OM2A なんですけど、うんね、これ OM2 ですね。2台になっちゃったんですけど、どうしよう。いやいや、もうわけわからん。酔った勢いでね、結構ヤフオクを見てると、OM2 でね、ミラーアップした状態で出品されてるものが多いんですね。で、今回、酔ってるながらにこれをポチった理由っていうのはなぜかっていうと、
これミラーアップした状態だったんですけど、出品者がね、リサイクルショップだったんですね。つまりカメラ店じゃないんですね。で、OM2 のリセット操作をもしかして知らない人かなと思って、OM2 は電池を入れ替えると必ずリセット操作をしなければいけません。具体的に説明しますと、よいしょ。電池抜こうか。電池抜こうか。ちょっと時間かかるな、めんどくせえな。よいしょ、はい、電池抜きました。電池を抜いた状態で、まあ、通常のね、その電子シャッターの速度、バルブ以外のところでシャッターを切るとね、このようにミラーアップしてしまうんですね。でもう戻ってきません。このような状態になっているとね、故障してるってみんな思うんですね。でこれで電池を入れまして、OM の電池蓋はちょっと入れにくいんですね、これね。溝も浅いしね。老眼鏡もないしね。電池を入れまして、そしたらね、この底のところにね、リセットって書いてあるの見えますかね。これね、シャッタースピードね、バルブに持っていくんですけど、バルブ入んないんですよ。で、このちょうどリセットが今かかってる、このボタンを押しながらね、バルブに回すと、ほら、ミラーが戻ってくるじゃないですか。これでリセット操作完了なんですね。あとは、ほら、普通に切れますよね。うん。切れますね。こういうことなんですよ。つまり、OM2 はギャンブル入札が成立しやすい機種と言えます。もしかしたら壊れてないのに、壊れてる、不動品ジャンクとして出ている、カメラが結構あるみたいなんですね。で今回は見事それに乗っかって成功しました。これちょっと蓋に傷はあるものの、綺麗じゃないですか。え？あ、やっぱちょっと腐食してるね。ファインダーはちょっと腐食してます。でね、ミラーがちょっと汚れてるんでね、ミラーは清掃することになるんでしょうけど、綺麗ですよね、綺麗ですよね。ターミナルもあるしね。これね、どうしよう。OM2 へのもあるしな。試写して感動品で売る？これ転売ヤーだよな。あんまそれはやりたくないな。まあとりあえず使ってみて、OM のレンズが余ることもねえだろうな。レンズが余ったら視聴者プレゼントに回すっていう手もあるんですけど、レンズなんですよね。どうしよう。とりあえず使ってみたいと思います。なんだかよくわかんない、動画になってしまう。今日のね、動画はね、こんな、あ、フィルム室の中見てなかったな。悪くないですよ。あんま使ってないですね、このカメラね。このね、黄色いステッカーは何なのかよくわかんないんですけど、まあ剥がれるでしょ。悪くないですね。なんかね、OM2 をね、分解した方のブログを見るとね、コンデンサーもね、ちょっと弱いタイプのコンデンサーが使われているので、この先どのぐらい使えるかわからないかもしれない、わからないっていうね、コメントをしてる人もいました。そんなに強いカメラではないと思うんですけども、まあ、今回ご覧のようにね、もしかしたらね、結構破格でね、OM2 の感動品が入手できる可能性もあるということでね、今回はやっちまったのかやったなのかよくわかんない。まあやったはやったでしょうね。ちなみにね、お値段はね、送料込みで2500円でした。安いですよね。レンズなしなんですけどね。レンズがついてたらこれもう今頃ね、多分この辺で踊ってるんですけども、まあ踊るほどではない。踊るほどではないですが、備品の OM2 をゲットできました。
はい、今日の動画はこんな感じになります。前回に続きね、前回は OM2N なんですけど、 OM2N に続き OM2 を入手ということで、同じようなカメラをこんなに集めてどうするの、 しかもレンズもあんまないしということで、よくわからない、OM シリーズの、ね、レンズね、一応狙ってるんですけど、みんな高いんですよね。高いかどうしようもないかどっちかなんで、特にね 28mm とか 35mm が欲しくて狙ってるんですけど、やっぱ値段が上がっていって負けちゃうんですよ。特に 35mm はね評判がいいんでね、狙ってるんですけどね。あと 50mm のねマクロとかもなんかいいって聞きますんで、なんか OM シリーズのちょっと沼にはまっていきつつありますが、まあ他のメーカーのカメラもちゃんとやっていきますので、ご心配無用ということで、ちょっとペンタックスが最近弱いんで、ペンタックスのことをいろいろ考えてますけど、 KM はね、ペンタックスの KM はもう撮影に入ってはいるんですけどね、まだまだなんですけどね。はい、今日の動画はこんな感じです。もういつも言っておりますが、高評価コメントの方よろしくお願いします。高評価はね、もうコメント、高評価はもうポチッと押すだけなんで、コメントはね、もうお暇な方でいいですからね、ぜひぜひ押してください。ちょっと動画が連続してるんで、やや遅れがちですけどもね、じりじりとね、コメント返ししていきます。基本的に、見落とさない限りは全部コメントを返ししますので、コメントです。よろしくお願いします。あとね、チャンネル登録の方もね、結構な勢いで増えておりますが、まだまだね、50% かな、再生の 50% の方はチャンネル未登録なんで、ぜひチャンネル登録お願いしますね。もうちょっとでね、3000名、3000名だったらね、このカメラをね、まだ試写してませんけど、試写 OK ならプレゼントしますんでね。はい、今日の動画はこんな感じです。また次の動画、次の動画はね、多分普通の作例紹介と、カメラの紹介になっていくと思うんですけども、また次の動画をお待ちくださいませ。それではごきげんよう、さよなら。